こんにちは。今回はタイトルにありますように、計算のいらないクッションシステムっていうところのお話をしたいと思います。ただ、このシステムが個人的に一番よく使っているシステムで、正直あまり教えたくないんですけど、もうすぐチャンネル登録が1000人にいけるっていうところで、はい、しぶしぶ動画にしたいと思ってます。なので、この動画が良かったと思った方はですね、良ければチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ゆきお、ビリヤードチャンネル。はい、ではシステムについてお話ししたいと思うんですけど、そもそもシステムって何ぞやっていう話をすると、この狙いたい球がですね、直接当てれない場合にクッションを使うと思うんですけど、そのクッションのどこを狙えば当てることができるのかっていうのを計算する方法がシステムになります。まあ、有名なところで言うと、ファイブアンドハーフっていうやり方があるんですけど、この場合だと58射で40着地なので、50-40で10を狙えば当てれますよ、みたいな。まあ、計算があるんですね。こんな感じで計算あるんですけど、例えばですね、もうこういう風になった場合、いくつ発射、いくつ着地みたいな、ちょっとわからない球とか結構多いと思うんですね。その場合にですね、僕が使ってるシステムがあって、まあちょっと近くにしますね。この1番と手玉をですね、直線で結んだ時の真ん中から狙いたい方向、今からで言うと、まあ、このタンクッションを狙ってですね、ワン、ツーで1番に当てたいんで、まあ、狙う方向の近くのポケットですね、をこの真ん中からまっすぐ結びます。で、この結んだとこと同じ方向ですね、この平行になるように、これとこれが平行になるように狙うとですね、1番に当てることができます。なんでこの場合ここですねを狙うと当てれます。どこだっけ、これと平行、ちょっと薄くしか当たんなかったですけど、こんな感じでもう計算とか必要ないです。真ん中から平行に移動させるだけみたいな。もうこれどこの方向でも一緒で、そうですね、どういうのにしよう、これでいいか。こういうのでももう真ん中からまっすぐ引いて、これと同じ平行ですね、平行に持っていくと、当てることができます。なので、もう計算いらずの2クッションシステムになります。で、これのすごいところは、いろいろ応用力があってですね、その話を今からしていきたいと思います。ゆきお、ビリヤードチャンネル。はい。では、応用の方法なんですけど、こういうワンクッションで狙う球とかも、まあ、これだとちょっとわかりやすいんですけど、例えばそうですね、こんな風にしますか。こういうので、ワンクッションで狙うとき結構難しくないですか？なんですけど、さっきの方法で、大体は狙います。ただ、どうしても台のコンディションであったりとか、遠くなればなるほど精度が下がっちゃうので、そこら辺は感覚で調整するしかないんですけど、まあ大体はですね、今で言うとここが真ん中なので、これと平行ですね。なんで大体ここら辺狙えばですね、狙うことができます。なんで2クッションだけじゃなくてですね、1クッションでも実は使えたりとか、そうですね、どんなんがいいかな、まあ縦も一緒ですね。その場合も真ん中からポケットを狙って、こんなもんかな、これと平行なんで、ここ、あ、ほんまにか、まあ、ここ狙うとですね、
狙うことができるので、このシステムはワンクッションでも、まあ、ある程度の参考にですね、することができます。ゆきおビリヤードチャンネル。はい、では2つ目の応用になるんですけど、手玉のラインを作るためにもこのシステム使うことができてですね、まあ、フリーボールでこの2番を入れて、このトラブルを崩したいってなった時に、どうしても何も知らないとですね、どこ狙えばいいかかなり分かりづらいと思います。ただ今のやり方さえ覚えてもらえばですね、この狙いたい位置と、まあ、手玉の発射位置ですね、2番を入れてから手玉が動くラインを探したいので、発射位置がここからの計算と、あとは狙いたい球の真ん中ですね、ここからポケットを結ぶと、まあ、平行ですね、だいたいこのワンポイント付近に落とすことができれば、これを壊すことができます。なんでそこに落ちるようにですね、手玉を調整してもらって、はい、こんな感じでですね、だいたい割ることができるので、もうこれに関してもシステム、まあ、何も知らない方はですね、まあ、計算も必要ないんで、もう狙いたい球と手玉を結んで、そこからポケットを結ぶだけで分かりますので、これをまあやってみても、まあ損はしないかなと思います。ゆきおビリヤードチャンネル。はい、では応用の3つ目のお話になるんですけど、ここまでの話で、ああ参考になったよとか、まあやってみようと思いますみたいな方がいらっしゃれば、よければチャンネル登録とグッドボタンですね、このタイミングでしといていただけると嬉しいです。まあ、それを見て、まあ、次回の動画どうしようかなみたいな判断する部分があるので、まあ、こんな動画が好きだよって方はですね、やっといてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では3つ目ですね、これ一応バンクにもこのシステム使えてですね、まあ、どうしても台のコンディションであったりとか強さや加減でですね、まあ、バンクって結構難しくなるんで、まあ、目安としてですね、だいたいここら辺行けば、まあ、ここら辺来るよみたいな、まあ、目安として使っていただければと思うんですけど、さっきまでは手玉の動くラインを見てたんですけど、今回動くのはこの3番なので、この3番と狙いたい場所ですね、これを結んでいただいて、この真ん中からですね、またポケットを結びます。で、これと平行で今度は3番が動くんで、平行に3番に向かって動かすと、まあ、ここら辺ですね、ここを狙うことによって、まあ、ここに入ると、はい、ちょっと入らなかったんですけど、まあ、こんな感じでですね、だいたいバンクの目安にもなるかと思います。はい、ちょっとたくさん喋りすぎたんですけど、まあこんだけ応用ができるくらいには使えるクッションのシステムですね。しかも計算する必要がないシステムになるので、僕はこれが一番使ってます。はい、今日の動画はここら辺にしておきます。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いします。